皆さんこんにちは、むちょと申します。今日はですね、今の時代だったら商売価値高かった馬たちっていうことでですね、まあ本当商売入りのタイミング、そして時代っていうのは非常に重要なのを最近感じておりまして、まあなんといっても最近はですね、特にダート路線、そして地方競馬っていう意味でかなり盛り上がってるところがありますよね。まあ本当一時期はですね、地方の売り上げも落ちまして、もう先行き不透明っていう時代もありまして、本当ね、そういった舞台の商売価値っていうのも高くなかった部分っていうのはあったと思うんですけれども、もう今となってはですね、まあもちろんこれだけがね評価されたとは言わないとはいえ、やはり明らかに三冠向きとしてね人気を集めたオメガパフュームは、まさにその地方での G1 勝ちしかない中でのもう速攻満口でしたからね。まあ本当こういう状況を見てるとですね、過去にもタイミング次第ではまあ商売で、そして人気になっていただろうなっていう馬は、まあなんとかやっぱり思いついたところです。ということでちょっと今日はですね、私なりにそういった商売になったら面白かっただろうなっていう馬をなんとかご紹介させていただきたいなと思います。まあぜひ皆さんも他に候補馬いらっしゃいましたら教えていただければと思います。で、まずはですね、まあこれは正直今の時代じゃなくてもね、商売としてならなかったのが不思議な一頭とは毎回上がるんですけれども、ブルーコンコルドですね。まあ本当本馬が今の時代生まれていたら相当な商売価値になっていたでしょう。まあもう本当理想的な現役生活とも言えるかなと。まあまずは早熟性ですね。2歳戦からしっかりと勝ち上がり、そして KO 杯2歳ステークス勝利。まあしっかりとね、2歳戦の短い距離でのスピードを見せて、3歳にはクラシック戦線への参戦っていうのも果たしました。ただそこからがですね、さらなる本領発揮。ダート路線に変更しましたら、初戦からオープン圧勝、その後もですね順調に階段を上っていきまして、5歳で JBC スプリント勝ち、まあ、やっぱりこの舞台も今となってはダノンレジェンドや大勢レジェンド、バンブーメモリー、エスパールシーと、ここ勝利した馬の勝馬としての活躍率っていうのは非常に高いものがあります。でさらにですね、そこからは距離を伸ばしまして、1006でもですねマイルチャンピオンシップと JBC マイル、この時だけマイルだったんですけど、こちらを勝利いたしまして、でついには 2000m まで距離を伸ばしまして、東京大賞典までも勝利したわけですね。その後もダートの王道路線走り続けまして、最終的には G1 7勝っていうのを挙げました。まあまさにみゆき騎手が乗ってるところからも北高たる前にも匹敵するような勝利数になりますしね。まあこの距離の融通さっていう意味ではエスパールシーみたいなところもありますし、まあさらにその馬たち以上のこの芝実績っていうのもあるということで、まあ今の時代のねトレンドをまあまさに全て捉えてるような一頭だったかなって思いますね。まあついでに血統的に言っても、まあブルーコンコルドこそね、ちょっと繁殖入りしてからの結果っていうのは高いものではなかったかもしれませんけれども、ハーチブライアンズタイムっていうのは本当今でもミックファイヤーのハーチであったり、フリー要素の地でもあったり、地方ダート路線で非常に高い適性を示しているところがありますのでね、まあそういった意味でも一定の成績を収めていた可能性は高かったでしょう。まあただ本場の場合は本当当時にしてもなかなかね、ここまでの実績で商売入りできないのかっていう雰囲気はあった一頭だったかなと思います。これが今だったらダート大好き優秀スタリオンで商売でして、いや100頭超える種付け頭数集めてても全然おかしくなかったと思います。まあ少なくとも商売にできないってことはまずなかったでしょうね。そして2頭目がですね、まあファンの多い1頭でもありますけれども、サクセスブロッケンさんでございます。まあ本場はその現役成績にしても血統的な価値にしても今は結構高いんじゃないかなと思います。まあ、まずは現役成績から言いますと、まずはその早熟性という意味でも非常に高かった一頭だったかなと。もう2歳戦からしっかり勝ち上がって3歳、あの伝説のサクセスブロッケンのダービーこそね、もちろん18着に敗れましたけれども、ダートでは5連勝で G1 勝ちと。でそこから4歳明けてフェブラリーステークス中央 G1 も勝利して、地方での東京大賞典勝ちもある。まあこれは本当に全くもってダートサイヤになる上で文句のない成績ではあるのかなと
思います。そして父もこのシンボリクリセースですからね、もうここから昭和になった馬としてファネイヤー、そしてルヴァンスレーブ、最近だとサンライズソアなんかもおりまして、まあ、特にルヴァンスレーブとサンライズソアっていうのはそのダートサイヤーとしての非常に価値が高かったからこそのスタッドイン、そして今の人気状況っていうところがあるわけで、まあ、それこそ現役実績で言ったらサンライズソアは G1 勝ちなかった馬ですけれどもスタッドインしましたし、やっぱそう考えるとそれ以上の実績を誇るサクセスブロッケンは、まあ、勝馬として今だったら十分価値は高かった一頭かなと、まあ、あとは生産牧場で言っても谷川牧場さん、ファントムシーフやナムラクリアと本当勢いに乗ってる牧場さんですし、まあ、今だったら非常にいいねバックアップもしてくれた可能性はあったでしょう。まあ、ただサンデーサイエンスが一応ハーチっていうことにはなるんで、ちょっと近すぎるっていう面は繁殖を集める上では大変な面もあったかもしれません。まあ、とはいえね、本当それが幸せかどうかっていうような流動馬としてあれだけね華やかな活躍していたら、やっぱりどちらも素晴らしいことだなって思いますし、まあ難しいところではあるんですけどね。ただあくまで勝馬的な目線で言うなら今はさらに勝ち高かった一頭だと思います。そして3頭目がですね、スーニさんでございます。なかなかねそういえばいたなぁと懐かしさを覚える方っていうのも多いんではないでしょうか。本当に本馬もインパクトのある馬でしたからね、それこそ川田騎手の若手の頃の相棒としても有名ですね。まあ本当この賞金見ていただければ分かるように、地方で4億円以上の賞金を稼いだ一頭なんですけれども、やはり勝馬としてなることはできなかったですね。その現役成績は、まあ、やはり早い早熟性で4連勝での全日本優勝勝ち、まあ、今だったらこの後サウジとかねドバイへの挑戦、そしてアメリカへの挑戦っていうのも明らかに目指していた馬だったんでしょうけれども、やはり当時はねちょっと選択肢っていうのも少ないことがありまして、やっぱ千葉挑戦するか4月まで待つかっていう感じにはなっちゃいましたよね。まあどちらかというとそのマイルくらいまでがベストだった馬で、 G1 勝ち自体は全日本2歳優勝と JBC スプリントの2勝の計3勝になるんですが、やっぱりここを勝った馬っていうのは先ほども言ったように非常に勝馬としての成功率も高くですね、まあ、やっぱりスピードっていうのが明らかに一定は証明されることにはなりますから、まあそれも納得なところかなって思います。で本馬の場合決闘的に言っても吉田和美さん名義の輸入馬っていうことになりますから、まあ本当面白い一頭ではあったと思うんですけどね。マインドやビスケッツ等でも時代が来ているディプティミニスター系統だったりしますしね、まあ直接のこの父や母父っていうのはそんなにね実績のあるまではないっていうことで、ちょっと決闘的価値が薄まっちゃった部分っていうのがまああったのかもしれないですよね。まあでも今だったらどこかしらで勝負をしていた一頭だったかと思います。それこそ農山関係の馬でもありますから、そういったところの生産馬もいてね、一応繋いでいた可能性もあったかもしれません。まあなかなかねやっぱり地方の G1 が3つ4つあっても、そして決闘的に言っても海外決闘であっても慣れないっていうのはちょっと今の時代考えると結構意外な印象も受けるかもしれないですね。そして最後にですね、まあこれはちょっと前にも出した動画に関係してくる馬なんですけど、やっぱフラムドパションさんでしょう。まあ若干ちょっと決闘的意味合いも強くなってくるかもしれないですけど、いや本場のインパクトっていうのも忘れられない人は多いんじゃないかなと。まあ特に海外実績的にもう本場は結構すごいところがありますから、これはやっぱね今の時代ちょっと評価されても良さそうかなと。日本でぶっちぎってヒアシンシステークスを勝利しての UAE ダービー挑戦、あの先日亡くなったディスクリートキャットにね負けはしましたけれども、あのインバソウルには先着したと。もうこの馬がこの後アメリカでブリーダーズカップや次の年ドバイワールドカップを勝つっていうことを考えたら、やっぱ相当レベルの高かったレースだろうなっていうのはわかるわけで、まあそれこそ今の時代ドバイやサウジの適性が日本でも求められる時代になってますから、いやーやっぱり面白いことにはなってたんじゃないかなって思いますね。この後2年以上のお休みに入ってしまったんですけれども、今だったらここで商売入りしていた馬だったかもしれないですね。まあ特にもう黒船の鉄塔が府警では残る可能性が非常に少なくなっている状況を考えると、その可能性は十分あったでしょう。しかも本場の場合はこのダイナカール品系でもありますから、もうここからそれこそ勝馬としてウルラシップやドラメンテが頑張っているわけで、まあ本当に決闘的価値は今となってではさらない高い一頭だっていうことは
言えるでしょう。まあやはりコメントにもありますけれども、歴代昭和にするべきランキングベスト10には入る一頭に、特に今の時代としてはなってるかなと思います。ということでね、ちょっと懐かしの馬たちっていうのを挙げてみましたけれども、いかがだったでしょうか。やっぱほんと昭和入りはタイミングが大事なんでね、その時代その時代で昭和のトレンドっていうのも全然違うところがありますので、まあとりあえず今の時代の波としては、やっぱりダート、そして地方競馬で実績を上げた馬の価値が非常に上がっているのかなと、まあそういう波にですね置いていかれることなくですね、ちょっと私も発信者としてどんどん情報をね更新していければいいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。